本日はお忙しい中、月曜日のとてもまだ疲れている、昨日の疲れが取れないうちに来ていただきまして、本当にありがとうございます。今日は石原信太郎先生をお招きをしまして、国政報告会と。早いもので、私が杉並に越してきまして、ちょうど丸20年、1988年にこちらに越してきまして、その時は推薦状というのを5枚しかいただけませんでした。第1号が杉並区の歯科医師会。今これ歯科保険法っていうのは本当にできるとしますとですね、これは歯科にとっては一つの画期的な時代を画するものではないかと。机の上でね、こういうふうにするのがいいっていうものを書くよりも、やはり今この20年間でそれだけのものがこの日本全国でデータとして私は歯科医師会の先生方の方が持ってらっしゃると思うんですね。医療に対して医療費を抑制すればいいというような政府の考え方が今非常に大きなツケとして回っているんだと思うんです。社会保障、年金、医療、介護プラス、地方自治というものにこの消費税を割り振る。私は元国会議員の先生と、ね、一般の国民我々がどれだけの考え方に差があるかをちょっとお聞きしたいと。今日は地元の杉並区の歯科医師会館で歯科医師の先生方と日本の医療、歯科医療について議論をさせていただきました。それでは今回の会長の先生から一言ずつご回答を頂戴したいと思います、はい。私ね、こんなにロクテル先生が真面目に我々のことを考えてくれて本当にありがとうと思います。勉強してます。ありがとうございました。清廉の会長さんになります。神代です。よろしくお願いします。本当に今日はね、いろんな多岐にわたりまして質問受けていただきまして本当にありがとうございました。石原先生にはね、道路だけじゃなくて医療もあるんだという方も本当に知ったわけでございまして、よろしくお願いします。ありがとうございました。高橋先生、神代先生、ありがとうございました。どうもどうもありがとうございました。